意味がわかると怖い話、すごい勢いで駆け抜けた子供です。それではどうぞ。3日前の夜中の話、飲みに行った帰り道めちゃくちゃ寒くてさ、家の近所の自販機で温かいお茶を買ってたの。そしたら右にある交差点を子供がすごい勢いで駆け抜けた。こんなに寒いのに、と思いながらお茶飲んで歩くと、女の人が近寄ってきて、息子見ませんでした?と聞いてきた。眠いし、寒いし面倒くさいから、見てないことにして帰宅して寝たんだけど、翌日驚いたね。俺が見た子供の母親が、自宅で刺されて重体なんだって、近所のタバコ屋が言ってたわ。新聞には載らなかったから詳しくわからないけど、発見者が子供で警察まで走って行ったみたい。俺、助けてあげられたのかも。それでは解説です。発見者が子供で警察まで走って行ったみたい。とあることから、その子供は警察まで全速力で走っていることになります。ということは、すでに母親は刺されていることになります。気づきましたか?息子見ませんでした?と話しかけてきた女性は、実は母親ではないのです。母親の顔して子供を追っかけている女性、おそらく犯人なのでしょう。それではまた。